わあ、すごい快晴。今日はね、九十花公園に行きますよ。今はね、山並みハイウェイを走行中です。めっちゃ気持ちいいですよ。一緒にドライブしませんか？今回はね、一人旅なんでね、皆さん同行お願いいたします。都会ではね、味わえないですよ。とにかく気持ちがいい。平日なのか、すれ違う車もほんの数台ですよ。お、牛さんですか？ちょっと見てみましょう。でもね、7年前の震災の爪痕は大分県でもあるんですよね。山肌を見りゃわかりますよね。あちらこちらでね、地滑りみたいになってますよね。あれこれ行ってる間にね、九十花公園に着いちゃいましたよ。では行きましょう。かれこれね、10年ぶりぐらいでしょうかね。なんやら聞き覚えのある音楽が聞こえてきましたね。いきなりなんかやってるし。前の方に行ってみましょう。10年ほど前に両親とね、台風の時にここに来たんですよね。